はい、皆さんこんにちは、しんです。本日は初心者の方で懸垂をね練習されている方が犯しがちな3つの間違いとそれの解決策をご紹介したいと思います。お楽しみに。はい、ということで、まあ、懸垂練習されている方いっぱいいると思います。で、実際にこう10回ぐらいやってて継続して、じゃあそれを1ヶ月か2ヶ月かやってて、あるところに気づくんですよね。あれ？全然なんか背中成長しないみたいな。はい、という方、もしかしたら僕が今日こういう指摘する3つの間違い、これが当てはまってるかもしれないので、ぜひご覧ください。それでは早速ね、じゃあ1つ目の間違いからちょっと指摘したいと思うんですけど、その前にじゃあまず普通の懸垂、しっかりとした懸垂ってのはどういうものかっていうのをちょっとお見せしたいと思います。はい、まあ普通にねこの状態から上に上げてきますね。で、顎がバーの上に出る感じで戻ってくる。はい、こちらですね。じゃあ、はい、これを踏まえて一つ目の皆さんが犯しがちな間違い、まあ、英語で言うとこれグースネッキングって言うんですけど、簡単に言うとお見せします、こちらです。はい、僕が最初やった普通の懸垂との違い、お分かりですか？顔がバーの、顔をバーのところに近づけようとしてるんですよ、こうやって。で、顔を上に向けてこうやってやってる。何が悪いかっていうと、まあこちら、簡単に言うと、まあハーフレップ。一回ではなく、その、懸垂のワンレップ分の半分の効力しかやれてないんですね。どっちかというと、顔は上というよりは、しっかりと前を向いて、この状態から、バーを顔で越す感じですね。こう。はい。こっちの方がいいです。悪い例だとこっちですね。はい、ではなくてしっかりと前を向いた状態でバーを越えると。はい、この方法を試してみてください。はい、で先ほど僕がお見せしたあのグースネッキング、これでしか牽制できない人でも、もしかしたらシンプルに引く力が足りない可能性もあります。そういう方は今から僕がお見せするアシステッドプルアップから始めた方がいいです。こういう感じのディップバーだったらできます。もしなかったらちょっとできないんですけど、はい、簡単に言うと足ついた状態でここで足伸ばした状態でこうやってオーストラリアンローっていう、また違う種目になるんですけど、今回はそれじゃなくて足を地面にこう曲げた形で垂直バーが一番自分の真下に来る感じに置いて、そこから上に引き上げる。はい、はい、これですね。で、これやっていただいたら分かるんですけど、しっかりと懸垂と同じように広背筋に効きます。で、足を地面につけているので懸垂よりは全然楽にこう引く力っていう模擬動作を行うことができるので、よかったらこう試してみてください。じゃあ次2個目の間違いいきましょう。はい、続いて2つ目の間違い、まあ次は間違いというよりは僕からのアドバイス、こうした方がもしかしたら良くなるかもしれませんっていうのがグリップです。はい、大抵の方、僕がよく見る方は、まあ、普通のグリップ、僕はこうやってオーバーグリップなんですけど、されて、まあ、こうやってやれる方が多いんですよ。この状態で懸垂ですね。はい、別にこれ悪くないんですよ。で、しかもマシンで普段トレーニングされてる方ってラットプルダウンとかやるときってこれではなく、されての方がしっかりと腕に負荷がかからないで、その分しっかりと胸、背中に当てることができるっていうことで、このグリップでやれる方がほとんどだと思います。ただまずマシンだとそれいいんですけど、懸垂の場合はそもそも引くだけじゃなくてインナーも使うし、あともちろんそこにはこのグリップのストレングス、握力もかかってきます。なので僕はどっちかというとこのオーバーグリップの方がしっかりと握れるので、こっちの方をおすすめします。まあ、これに関しては本当にもしこれでやっててできる人はこれでもいいんですけど、これでやっててしっかり来ないなっていう方は全然オーバーグリップにしていただいて構いません。で、この握力、このを鍛える方法が2つあります。1つ目は引いた状態でホールド、だいたいこれでもう30秒間ぐらいキープですね。はい、もう1つは下の状態、この状態でホールドです。これやることによって体幹と、あとこの握力、そして腕の力も鍛えられます。なので、まあ、懸垂でちょっと引く力はあるけどなかなかこの引く力のに落ちちゃうみたいなっていう方はこれ試してみてください。はい、続いて3つ目です。
はい、最後じゃあ3つ目の間違いですね。実際お見せします。それはキッピングですね。キッピングで正しいの、まあ、キッピングですね。はい、まあ、多分結構これ見たことあります、まあ、この状態から。はい、これですね。まあ、ちょっと僕あんまできないで、あの大げさにやったんですけど、簡単に足のこの反動を使って上げる。僕も最初これやってたんですよ、アメリカ住んでた時。なぜかというと友達にこっちの方が素早く上がるし全体鍛えられるからいいよみたいな、本当にもう適当な理由をつけられてやってたわけですよ、それを信じて。ただ全然マジで効果がなかったんですよ。もちろん回数はこなせますよ。さあ、それだけです。なのでこちらやめてほしいです。代わりにじゃあ、まあ普通のプラップをさっき僕がお見せしたこの状態、デッドハングの状態からしっかりと足を伸ばしたまま上げていく、これをやってほしいんですけど、まあ、これが最初ちょっと難しいなっていう方はこれぐらいの鉄棒、もしくはこれぐらいの高さでいいんですけど、ある方はジャンピングネガティブプラップ、こちらをお試しいただけです。はい、お見せします。この状態から簡単に言うとジャンプして上まで持っていく、それでその状態からゆっくりと下ろしていく。はい、ネガティブ動作ですね。もう一回いきます。この状態からジャンプして下ろしていく。はい、まあ、一応こっちもやっておきます。手届かないですね。はい、この状態でもう、はいはい、はい、マイク取れました。はい、ということで、まあ、今日ご紹介した懸垂を習得するときに初心者が犯しがちな3つの間違い、参考になりましたが、はい、参考になりましたら高評価をしてチャンネル登録まだの方、初めての方ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では次回また次の動画でお会いしましょう。